3位からね、2位に、まあ、行けれたら最高ですね。まあ、まあ、それは、忘れてくださいね。まあ、でも、阪神がね、調子がすごい悪いんですよ。まあ、ピッチャーもですけどね、バッターの方も調子が悪いんで、もしかしたら、これはね、もしかするかもしれません。まあ、そのね、阪神が調子が悪い原因は、あのチームだ、あの人のせいだと思うんですけどね。まあいいでしょう。はい、というわけで、今日からね、広島東洋カープ一軍生活、監督ね送っていこうと思います。まあ先ほど言いましたが、今回からは、バッターボックスのプレーも、見ることができるんで、そちらにもね、気にしといてください。ということで、あ、クロックタワー監督だ、ワコティンティンということでね、19番さんいらっしゃいます。じゃなかった、監督の虚婚を枕にして眠りたいさんいらっしゃいませ。じゃあね、そろそろ、ゲームの方ね始めていこうと思います。あ、そうそう、あとですね、この画像みたいな、感じで、皆さんからね、こちらのコミュニティの方にね、イラストの方のね、送っていただける方はね送ってください。そして、まあ一応なんていうんですかね、私に送るときにツイッターなんかじゃなくて普通にアドレスで送りたい方もいらっしゃると思いますんで、それ用のねアドレスも今後用意していこうと思っております。まあ、一番手っ取り早いのがツイッターで添付して、送っていただくのが一番いいですね。他に方法があるとしたら、そうですね、スカイプなんかもね一応 ID 私コミュニティの詳細のところに書いてあるんで、そちらに送っていただけると幸いです。さて、ということで22番さんいらっしゃいませ。和光初見ということでね、初見さんいらっしゃいませ。まあ今日からね初の、一軍プレーということで、前回ね放送ギリギリで二軍から一軍へ行けというね指示が二軍監督が来ました。今日はねどういったことになるんでしょうか。ジャンクマンさんじゃないですし、私はホモじゃないので喋りません。じゃあ行きましょう、音楽の切り替えていきましょうね。さて、画面の方もね切り替えていきましょう。よいしょ、どこだったっけ。ランコメなんて放送してるというの、まあ、いいや。このゲーム初見だ、操作するのはピッチャー。ちょっと待ってね、操作するのは、私自身がねピッチャーなんで、ピッチャーです。で、バッターボックスに入った場合も今回からはね、表示がされると思いますんで期待の方しといてください。じゃあね、セーブしたとこからプレーを再開します。前回放送ね最後でギリギリ上がったんでね、そうですね、それが楽しみですね。すごい楽しみだ。一応私こちらのプロ野球、声が大きい、声大きい、あ、声大きいですよ。ありがとうございます。うん、自演語頑張れという、そうですね、とりあえず、今日、前回の放送の最後でね上がったんで、本当に一軍は間違いなく初めてですね。このゲーム作品自体、まあ一応プロ野球スピリッツ2012の方はね少しだけプレイしたことあるんですが、まあ監督モードでねプレイしたんで、自分で操作するプレイはね本当に初めてということで始まりました。見てください、一軍ロッカールーム、一軍初めてのロッカールームですよ。一軍のなぜ青いんでしょうか。カープは赤いはずなのに、そんなこと言わないね、悲しいですからね。まあ応援の方よろしくお願いします。北川監督待っていたぞ、まあ、飲む剣じゃないですか。あなたのせいでね時々負けるんですよね。ノーヒットノーランじゃないにしてもね、1回か2回ぐらいしか打たれたことないピッチャーをね変えてしまうというね、よくわからん采配をすることあるんですけどね。名称の無剣、カタカナで打たない、シム剣じゃないですよ。なんで志村剣がいるんですか。もう、チームは目下借金さん、あれ確か私が前見た時は2位だったんですけどね。これ借金さんってやばいんじゃないですか。お前の力をぜひ見せてもらいたい。わかりました、いつでもね私登板しますよ。いつでも投げられるように待機してもらう形になるだろう。借金さんらしいですよ、よろしく頼むぞ。でもまあ巨人がね圧倒的に強いんで、多分3位か4位じゃないでしょうかね。よし、ケースは宮城へ、乗り込んできたぞということで、これはもしかして楽天かかもしれませんね。今日の相手はどうやら楽天のようです。これ星座はって思うんですかね。目指せチャンピオンズ、そうですね、それが楽しみですね。行きましょう、クライマックスシリーズね行きたいですね。ということで星座の調子がいいということで、やられたらやり返す、まだやられてもないですけどね。私は休養みたいですね。では、とりあえず休養しないとね調子が悪いみたいなんで、そうみたいですね。見ましたよ私も。あ、ひじり触ってもんですか。ということで38番さんいらっしゃいませ。
残酷ですよね。まああんだけ強かったら仕方ないでよ、仕方ないんですけどね。でもいつかね、あれですよ、あ、どうやら、あ、見てください、深澤美穂さん、私たちのね、アイドル深澤美穂さんが出てきました。スポーツニュース、スピスポの時間です。本日行われた楽天対広島の試合は3対2で楽天が勝ちました。なんということでしょうか。コントラストがまたおかしい。これでも十分な気がするんですけどね。てかほとんど一緒ですよ、コントラスト。もう少し濃くした方がいいですか。違う、間違えた。これ以上変化がないんですけど、これコントラストおかしいですか。もともとね薄めなんですよ、色がプロスピ。コントラストおかしいかな。まあ後で見てみましょう。ミッション今日も勝つは失敗に終わった、成長ポイントは獲得できませんでしたということで、OK ですか。了解です。まあ、試合画面でね、あの試合の時にもしあの失敗したらね、また変更はしましょう。多分これで正常なんだと思うんですよね。はい、今日の相手は楽天だ。あ、やっぱそうなんだ。濃くしようか。じゃあちょっと白いかな。でもね、濃くしたらね、濃くしたで気持ち悪い絵になっちゃうんですよね。これぐらいにしましょうか。じゃあ、まあ、こっちのが見えやすいならこっちにしましょうね。じゃあ行きましょう。今日の相手は楽天だ。マギーが最近打撃好調と聞いている。なるほど。今日のオーダー、あ、私はまた試合を見守る立場ですか。わかりました。ドギツエきつい、ですね。これね、バランスがね取りにくいんですよ。まあ、それがね、まあその色合いがちょっと違うんで仕方ないんですよね。そうですね。さて、とりあえず今村が負けてしまいました。今村選手ね、本格化して、し始めてるんですけどね、ダメなんですかね、まだね。また負けました。やばい、2連敗で4位に転落。まずいぞまずいぞ。これはそうですね、難しいですね。バランスが難しいんですよ。チーズということで、監督の目、放送希望さんいらっしゃいませ。ただいまプロ野球スピリッツの方やっております。さて、今日は試合がありません。疲労はないみたいですけどね、調子が悪いんで休養の方しておきましょう。全開しました。これで多分ね調子はアップするはずです。あのね、ニコニコマークがね満面の笑みになってもらわないと困るんですよね。さて、今日の相手は日本ハムだ。アブレイユが最近打撃好調と聞いている。徹底マークで、封じ込めるんだ。では今日のオーダーを発表 しておこう。来ますよ皆さん。まだか、連敗か。どうも投打が噛み合わないな。この嫌な流れを断ち切るんだ。任せたぞ。そうですよ、待遇いいですよ。なんか今までとちょっとあのホテルも違いましたね。ちょっと見ましたけど、ミッション今日は勝つ。私をね投げさせてください。やばい、5連敗が、じゃあ借金5で連敗中ですよ。そうですよね。いや、私ね一応先発にね期待されて呼ばれたんでね、もしかしたらねそのせいかもしれません。行きましょう。私出ないんでしょうか。そろそろ出てほしいんですけど。また負けだ、3連敗だ。この流れを断ち切るのは私しかいません。ちょっと待ってください。私が上がった瞬間3連敗ってどういうことですかこれ。ちょっと待ちなさいよあなた。いや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 、ちょっと待ってくださいよ。まずいですよ。やばいですよこれ。ということで、グライムさんいらっしゃいません。全く活躍できておりません。アブレイユが最近好調、来るでしょう今日のオーダー。え、また試合を見とけど。なんということでしょうか。しかもバリントンですよ。ふざけたことしますね。私を投げさせてくださいよ。お願いしますよ。あと、また試合は私が出ることなく終わった模様。そして負けた、そして負けた。そして負けた。やばいぞやばいぞ。4連敗、4位に後退です。っていうか、まあ交流戦基本広島ね弱いんで、2エラーということで。いや、そうですよね、おかしいですね。あ、やっと終わりました。セーパー交流戦がやっと終わりました。これが終わるとね、カープは強くなるんで、真面目にやってますよ。ちょっと練習しましょうか。じゃあ練習、一応
九州。オッケーオッケー。能力アップさせておきましょうかね。あ、ついに地元広島ですよ。見てください、原爆ドームが映っております。今日は試合がありません。言いますよ。で、能力、一応能力見とこう。でストレートの球威を上げたいんですよね。まだ上げれないのか。いや違いますよ、一応1位です。で、このカープが地元ですからねそういう意味ですよ。あー、そうか、難しいな、なんて言うんだろう。ホームタウンですよ、カープのね。行きましょう。で、投球どうすればいいんだ。これまだ上げれないな。球種を上げたいんだけど、このまたまた何ですか。行きましょう。で、練習、あ、実家は違いますよ。うん、いや本当に違いますよ。まあいいや、うん、まあそう思っておいてください。ということで、キッコンさんいらっしゃいませ。というわけでね、ただいま1軍にね初めて上がってきたんですが、完全に試合からね、試合に登板できずに干されてる状態です。ちょっとね、球威を上げてね、ストレート、火の玉ボールってやつをつけたいと思っております、私監督ね。そして、ついに来るんでしょうか、来るんでしょうか、これ。ちょっと待てよ、能力一応アップさせておきましょうね。一応アップさせておきましょう。球種、ストレート、球威アップ、 OK です。これがね、 S になると。違いますよ、なんでそういうことになるんですか。さて、ということでね、一応ストレートの球威の方が B に上がりました。これでね、ある程度、ちょっとね、いいボールが投げれるんじゃないかとそう思っております。一応球速の方しておきましょうね。いや、それはないでしょう。マジですか、そういうこともありえるんですか。今日は一軍放送をねしようと思ってたんですけどね、一軍のね、監督の素晴らしいね、生活が見れるんじゃないかと思ってたんですけどね。一応、球速を一回入れるか、練習しとこうか、一回練習しときましょう。やっぱし一応あの火の玉ボールってやつをねゲットしたいんで、球種の方をね上げます。結構時間かかりそうだな。広島カープってどんな会社がオーナーなの。広島カープはですね、今はマツダでしょう、多分ね。あの元々ね、ま、あ、そうですね、今もマツダですね、多分ね。メインはマツダで、フロントもマツダなんじゃないですかね。で、マツダの社長かなんかがやってるんじゃないですか、の関係の人がやってるんだと思いますよ、球団社長はね。でも結構一番でかい、スポンサーはマツダなのかな、イデオンな気もしますね。なんかイデオンが一応デオデオっていう会社があるんですよね、確か広島にはね。で、その会社がイデオンなんで、イデオングループなんで、イデオンが一応スポンサーにはなってるんじゃないでしょうか。でもなんかエディオン、そうそう。で、なんか中日かどっかか、阪神かどっかにもエディオングループ、あ、中日だ、中日がエディオングループがスポンサーに入ってるんで、中日のね、ヘルメットにもエディオンって入ってるんですよね、実はね。どういうことなんだって言いたくなりますけどね。というわけで行きましょう。あー、見てください、カーブからは中継ぎで今村が選ばれております。前田は選ばれてない、あ、キラが選ばれてますね。あと、そよぎですか、ん、和骨ですの。ということで、ういさんいらっしゃいませ。今から最終経過が待ち遠しいですね。いやでもエディオンって、まあ、複合会社なんだね。いろんな会社をね吸収合併して大きくなっていく会社なんで、まあ、エディオングループでかいですもんね、正直ね。確か九州かどっかの、九州のどこだったっけな、なんて会社だったかな、なんとかっていう会社はもう合併、そのせいで負けて吸収合併されましたね。ヤマダ電機かどっかに吸収合併されたのかな。この3連戦なんとしても勝ち越して終わりたい、最低でも2勝だ、みんな力を貸してくれ。ミッション、ヤクルトの3連戦を勝ち越せ。これ来ましょう、これ私で出るでしょう、そろそろ来ました、来ました、先発、しかも先発まずいまずい、これは緊張してきたぞ。今日のヤギとの、投げ合いだな。相手は少なくともお前以上のスタミナ自慢だ。だが先に値を上げるところなど見せないでくれよ。
先にマウンド降りないんだという気迫を出してくれ。ミッション、八木より長くマウンドに立てが出た。わかりました。とりあえず、セーブしておきましょう。借金が7ですからね。そうなんですね。そうですね、お願いしますね。まあ、今皆さんがいるところスタンドだと思ってください。バレンティンということで、88番さんいらっしゃいませ。行きましょう。あー緊張する。初の1軍での先発ですよ皆さん。今までね2軍生活ね、深夜放送や朝の放送なんかをね、ずっと見ていていただいた方はね、多分もう気持ちとしてはすごいもうやばいでしょうねこれね。行きましょう。とりあえず能力は上げれるかどうか一応見ておきますね。一応最高の状態で上がりたいんで、行きたいんでね。大丈夫でしょう、ここら辺は大丈夫でしょう。なんだ横のデブは。デブとか言わない、頑張ってるんだ。ありがとうございます、楽しみですね。行きましょう。一応今回からはね、そうですね、ベイスターズは今何位なんでしょうか、分かりませんけど、多分3位か5位のどっちかです。では行きましょう。今回感動が9番ということでね。皆さん調子が悪いですよ、広島の選手。どうしたんですかこれ。一応ですね、あそうそう、なんだこのデブはということで、89番さんいらっしゃいませ。バレハとりあえず低めに攻めれよ。わかりました、バレンティンは低め了解です。和骨ということで、マコさんいらっしゃいませ。ちょっと私ね、あんまり他のチームの事情はあんまりよく知らないんで、何かとね、皆さんの質問とかね、そういうノリについていけない時はありますが、できればね、そういうノリも教えていただけると嬉しいと思っております。さて行きましょう。もちろん初球は本当に、見てください、照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。そうそう、もちろんですよ。マツダズームズームスタジアム広島ですよ。広島東洋カープ対東京、やばい、実況がついてすごいことになってる。小宮山と西が、解説等に駆けつけてるようですよ。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。ズームズームです。小宮山さん、今日の注目なんといっても初先発のルーキーのピッチングになると、ルーキーのピッチングになると思うんですけどね。初めてのマウンドですから相当緊張もあると思うんですけど、いやいや任せてください、思い切って、投げてもらいたいな。堂林がしっかり三塁に入ってるさ。ということで、監督こんばんはということで、99番さんいらっしゃいませ。いや行きましょう。次ですね、行きますよ。あー緊張する。西がいましたね。とりあえずピッチング練習です。1軍デビュー戦、和骨。そうですね、1軍デビュー戦ですよ、和骨ということで、104番さんいらっしゃいませ。行きましょう。先発ですよ。バッターボックスは1番います。肩幅については、うん、打ち過ぎはロターということで、山田3割バッターじゃないですか。いきますよ。とりあえず1球目は、もちろんですが私ね、得意の、全力投球でいきます。そうですよ、いきます。うい、入りましたよ。最高ですよこれ、皆さんテンション上がりますねこれね。まず1球ストレートを投げました。で次です、スローチェンジアップ、内角低め、見てきた見てきた、こいつやりよる。そんなおかしい投げ方なんですかこれ。でスラーブで、スラーブで外目のスラーブ、よしよしよし、これ村田兆治なんらしいですね、確か投げ方ね。ムッチムチやぞですよ。行きましょう。ちょっとね緊張します。まずはね1人目を三振に取りたいですね。ここはねもちろん全力のストレート、インですね、インロー、これは決まりますよ。はい、インロー見極めています。マジか、あれを見るのか、かっこいいですね。ラストはねどうしましょうか。やばい、ちょっと待って、まず1球外れします。ボールになります。違いますよ、3ボール2ストライク。カットで、カットはねちょっと怖いんですよ。じゃあラストはねいきます。チェンジアップ、アウトハイ、アウトハイのチェンジアップ怖いけど、よっしゃ、 OK ですね。完全に腰が泳いでました。とりあえず1人目取りましたよ。打率ランキング6位、上田3割1分6厘、ありがとうございます。怖いですね、通用するかもしれない。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。OK です、完全試合しましょう、完全試合。 OK、 いいボール、これは良すぎてちょっとビビったぞ。次行きましょう。
やばい、間違ってストレート投げちゃった。ボールになります。そうですね、格闘強そうですけどね。ちょっと待ってだよ、これね、時々ね、ようわからんタイミングでね入るんでね。違う違う、なんでなんでなの、ちょっとね、あれが出ない、なんで球種選択が出ないぞ、なんでなんで球種選択が出なくなっちゃったんですか、これどうしたんですか。あ、出た出た、びっくりした、怖かった怖かった怖かったよ。行きます、スローチェンジアップ、ナイスボール、コース決めてきた、大丈夫でした、すいませんでした、お騒がせしました、落ち着きました落ち着きました。で、はい、出て、大丈夫でした大丈夫でした、私が間違ってました。ね、インローにね、スラーブ落としていく球、あーカットされた、マジか。ワンアウトから先制のランナー、ということで130番さんいらっしゃいませ。スタミナないんですかこれ。私ね、初めて作った選手なんでちょっとよくわからんのですよ。とりあえず完全試合試合は終了しました。そうですね、ねえ、あれあんだけ引っ掛けておいてよく、ワンアウトランナー一塁です。よし、いきなり転生、おい、一塁は間に合いません。ビビってんじゃないですか、いきますよ、私が決める、オッケー、決まってストライク、ゲッツーシフトですね。いきますよ、で、そうですよ、プレステ3ですよ、スラーブ、ファーストランナースタート、キャッチャー送球して、何それ、盗塁成功、おい石原、なんだ今のは、石原何してんのよ、石原の青やつが何今のそったれが、もう私はそんなこと許しませんよ、行きますよ、打っていった、オッケー、ゲッツーじゃないの、え、あ、まだ、ああ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 あやばいやばいです、やばいです、やばいやばい、忘れてた忘れてた、そうだった、レースカバーしないと、大きなチャンスを1回から迎えました。やばいやばい、これはやばい、やばい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 、初球打ち、セカンド取って、オッケー、頼む、フォースアウト、一塁送球はどうか、オッケーオッケー、チェンジです、オッケーオッケーオッケーですよ、皆さんやりました、奇跡的に、ダブルプレーになりましたよ。しかもこの菊池がやはりうまい、最高ですよ、やっぱ菊池のこのねトスが最高でしたね。いや、よかったよかった、ベースカバーね気をつけましょう。いや、打者やりますよ、打者いきますよ、打者次出ますよ、あの今回から1軍からね打者できますよ、いきます、1軍からね打者をね、やれるように設定しましたんで。2回表に入ります、スワローズの初めてあの監督がのねダルクがベールを脱ぐことになると思います。いきます、とりあえず普通のストレート、インコース、あーこれボールか、そうですね、スラーブ、うわ当ててきた、何打っちゃうのあれ、え、そうなんですか、そうなんだ、え、一応なんか8回までは投げたことありますよ、一応8回までは投げた記憶あります、記憶では。やばいこいつ、なんだこの打ち方、私と一緒の打ち方じゃないか、やばいぞこいつは、やばい、ストレート、インハイ、よいしょ、厳しいところに決まりました、よしよしよし、2軍で8回まで投げたことがあります。で次どうなのよ、これスラーブじゃなくてチェンジアップを1球挟んどくか、インローのスラーブ、あ、チェンジアップ、よっしょ、ナイスボール、ナイスボール、決まります、2ストライクを先に取っています。でラストの球がスラーブで、高めから落ちてストライクゾーンに入ってくる球、これは大きく外れています、よしよし、大丈夫大丈夫、これ大丈夫よ、これで最後に決め球が、決め球いきますよ、愛するチェンジアップ、いけ、 OK 引っ掛けた、難しいバウンド、こっちこっちこっち、ツ
痛い危ない危ない激突するとこでした。危ないこと。どこ投げた今キラ、どこ投げた今キラ、最後どこ投げた今キラ、どこ投げた最後ボールちょっと待って、はい、OK ですね。まあとりあえず OK です。いきますよ。ツーアウトになっています。よし、まずインロー、インローを攻める、これが私のやり方。ナイスボール。反応できませんでした。ストライクです。よし、でキャッチャーじゃないピッチャーが投げてるんですよ。いきます。スローチェンジアップ、これはね対応できませんから、同じとこに来るんでね。なんだこれは、何引っ掛けたんじゃない、引っ掛けたんじゃない、大丈夫、切れました。ファールボール。危ない危ない。よしよし、で最後はスラーブで三振、外角アウト、ハイから入ってくる。うわギリギリだ、決まりません。快音でしたね、危なかった。これが決まらないか、まずいな。あと投げれる球が、いきましょう。じゃあストレート、インロー、いっぱいのやつ。 OK、 決まりました決まりました。とりあえず三振です。一応2回まで、0失点、監督来ますよ。皆さん見てください、ネクストバッターゾーン、おつということで、監督の名放送希望さん、うん、ありがとうございます。あ、来ましたよ、ついにネクストバッターボックスからのね、映像が見えるということで、見てください、これがネクストバッターボックスですよ。ストレート早いな、あれを打てるのか、こんなに近いのピッチャーと距離、一軍で初めてのここから見れるという謎の視点。インコースボール。はい、ということで、あ、ブルさんいらっしゃいませ、初見さんいらっしゃいませ。これでね、相手のねピッチングをね、見ることができるんですね。え、これ2時間枠ですよ。打ちました、セカンド送球、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。なんと、私のところに、打順回ってきませんでした。それでコミュニティに参加ありがとうございます。そうですよ、もともとね私2時間延長済み配信してますからね。ということでヨッシーさんいらっしゃいませ。そうですよ、ついに一軍ですよ、ありがとうございます。まああんまりねプロ野球スピリッツ放送してる方少ないんでね、私頑張ってね、このスタープレイヤーモードっていうのをねやってみようと思ってました。さて、セーフティーバントできませんよ、こんな太ってるのに。いきます。ということで、また3回ですね、まだ3回です。いきましょう、まずストレート、アウトロー、うわ外しちゃった。そうですね、次の回で見れますよ。でもね、そうですね、この時間帯でやるのは初めてなんでね、行きましょう。一軍になったんでこの時間でね放送してます。 OKOK で、あ、コミュニティ参加ありがとうございます。ロジャー・クレメンス、そうですね、体格がすごいですよね。ん、高めの球、ストライク、投手交代プリーズとか言わない、もう危ないですからね、結構危ないんだよねこれ実は。で、あとはスローチェンジアップ、これ魔球、私の、あ、そういう参加も、え、2軍はね打席入れるんですけど、設定をね打席入れない設定にしました。1軍でねやっぱ2軍はやっぱピッチャーの投手力がね悪いんで、2軍に落ちたと考えてね、ピッチャーだけに専念しようと思ってます。1軍は、打席があると、そういう風にね考えてください。いきましょう、インロー、よし、インローがいいですね、速度が違います。速度以外は違いが私も分かりません。ダメですよこれ、あれじゃん、これピッチャーじゃん。ゆるいボールを持ってきました。見てくるね。いや、できません、多分できないんじゃないかな。 OK、もうね、ピッチャーとあろうともね、完全にもう私は本気で三振狙っていきますからね。いきます、これで決まりです。アウト、ハイ、ストレート、 OK、 いい感じですね。皆さん完璧な投球理論に基づいて私監督ね投げております。あと一周しました、一周しましたね、これ OK、 振ってきましたね。気をつけましょう、一軍なんでね、ちょっとした失球がねちょっとした失球がえらいことになるかもしれないんでね。カットボールあるんですけど、
カットボールがね、打たれたらホームランになっちゃうんですよ。スライダー決まっています。2球で追い込まれました。カットボールがね、あんまりにも良くないんでね、ちょっとカットボールは基本的にもう本当にボール球をね振らせるときにしか使いません。カットボールはね、こういう風にちょっとアウトコースの高めとかでちょっと外したときしか使う。これはどうだ。もうカットボール、誰だ今投げろって言ったのは。私怒りますよ、そういうね嘘誘導する人。ちょっとカットボール打たれましたよ、またまた打たれましたよ。もうカットボールが打たれちゃうんですよ。いや、本当カットボールだけは捨てたい。ということで、212番さんいらっしゃいませ。いや NG ユーザーじゃないですかね。いや NG ユーザーですよ、きっと言ったのね。怖い人です。さて行きましょう。だがカットボール、やばい、カットボール打たれたじゃないですか。ということで216番さんいらっしゃいませ。今スラーブ投げたんですよね、私ね。なので次はストレートで、インローは1回投げたんでアウトハイ。ナイスボール、いいね。追い込まれました。この全力で投げた時は最高にいい球が投げれる。でラストはチェンジアップで、インロー決まった。ういピッチャービビってるということで、最高ですね。来ましたよ、監督の第一打席で、初めての打席ですよ。はい、広島ファンです、もちろんです。選びません、広島カープ。打撃、これ、バツで打つのかな。いきますよ、ちょっと待ってくださいね。バッターボックスでのプレーの仕方をちょっと確認してます。ちょっと今、バッターボックスでのプレーをちょっと説明書を見ながら確認しております。ちょっと待ってよ。打者、打つ、バツボタン、流し打ちは丸ボタン。OK です、行きましょう。バントも一応確認しましたよ。はい、今説明書見てます。初めてなんでね、ちょっと行きましょう。バツボタンです。そうですよ、したことないんですよ。で L1 ん R1 で3回の裏に入ります。 R1 で強打者になるらしいです。見てください、私は映っております。一応ピンポイントで打ちましょう。ストレートが多かったんでね、多分いけるでしょう。よーどー、初球打ち、ホームラン、ホームラン、ホームランじゃない？ダメか。打てましたけど、打てましたけど、1球で終わりました。1球で終わった。雑魚じゃないですよ。でもど真ん中でしたね。ああいう球来るんですね。いや、怠ってませんよ。一応ね、ダウンローダーしてるんですけど、時間がないんでね。回は4回の表。ちょっと行きましょう。まあ、とりあえずまた私です。いやー、ちょっと待ってくださいよ。今日は第1打席にヒットを放っています。います。小宮山さん、堂々としたルーキー立ち上がりを見せてますね。言ってますよ、対戦者が、ね、ちょっと想定外だと思いますね。まさかここまでのピッチングをするとはちょっと予想できないですね。うわー、嬉しいな、小宮山いいな。ちょっと小宮山さんのこと私好きになりそうです。行きましょう。褒めてくれましたよ。危ない、やばい、スラーブについてくるなこいつ。そうそう、1球で終わりました。オッケー、当てるだけ。ホームじゃないです。自らベースを踏んでいます。よしよしよし、いい感じですね、いい感じですよ。皆さんすごいですね。バレンティンが来ました。こいつにだけは気をつけろとね言われてましたんでね。とりあえずストレートでインロー。でもこいつ結構すくい上げるね、打ちからするんでね、怖いんですよね。威圧バレ来ましたよ。こいつにだけはホームラン打たれちゃいけない、気をつけろ。変化球に対応してきそうなんでね、アウトローで外す球。オッケー、カットはダメですよ。カットボールほどね危険な球はないと私習いましたからね。じゃあ最後は、チェンジアップでさようならです。いきましょう、アウトローの。そうですよ、オッケー、打ちました。おら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 、アウト、ツーアウトということで、稲妻さんいらっしゃいませ。一軍に上がりましたよ。いや、カットね、打たれたら本当に飛ぶんで。2アウトになっています。でも見ました今のね、あの打者っていうか、あの走者にねタックルをするようなスピードで行きましたね今ね。そこら辺も注目ですね行きましょう。でスラーブで、カットボール投げます。じゃあ1球だけ投げてあげましょう。膝元じゃなくてここら辺でね、ボール球になるカットボール、よろしく。
よしよしよし、ここは見ます。これね普通に見られるんですよね、しかもね。はい、でラスチェンジアップで1球 OK で、ラストはいきますよ、ストレート。低めのねストレート、もうこれ絶対三振ですよ。次の投球が今日の50球目。50球目、投げちょっとやばいぞ、球数が多い、やばい。しかし主審の手は上がらない。素晴らしいということで、250番さん和骨ということでいらっしゃいません。やばい、決め球がなくなっちゃった、やばいぞ。どうしよう、決め球なくなっちゃった。スローチェンジでいくか、もう一球スローチェンジ。 OK、 危なかった、ストレート待ちでしたね、完璧です。カットはダメです。カットボール押しが強いぞ皆さん、カットボールはダメですよ。あれどうした、急に暗くなった画面が。バッターボックスは8番石原。あ、ワクトリお疲れ様ですということで、255番さんいらっしゃいませ。あ、どうやら2アウト1、2塁エアチャンス、行きましたよ。次ネクストバッター監督です。これもしアンダーヒットで高めのストレートで空振りを取っています。さあ追い込みました。そうですね、カットボールは早い、いやストレートが少しね左に変化する感じです。はい、ということで260番さんいらっしゃいませ。ウルトラクイズはね失敗しました、クリアできませんでした。ちょっと待ってくださいよ、やめて、皆さんそれどころじゃありません。 2-3 で2アウト1、2塁のチャンス、これで1人行ったらちょっと満塁で私の場面ですよ。ということで263番さんいらっしゃいません。走った、なんだそれは、石原のクソったれが。本当にこの前活躍したからまあいいですけど打てませんでした。ああですよ、せっかく私のね、どうすりゃいいんだ。石原サヨナラヒットね打ってましたけどね、この前ね。まああれは評価しますけど、スワローズの攻撃になります。やばいな、バッターボックスには惜しいですね。畠山いきましょう。おっと、あ、危ないで、スラーブインローからねストライクゾーンに入ってくる球。これはよく見ました、よく見たな。投手に回ってきても当然打たないでしょ、わらわら。いやだけどあのすごい選手ですからね。いや私一応すごい打ちそうな感じなんですよ、見た目も。中へ、なのでもしかしたら打つかもしれません。ワンボール2ストライクと追い込んでいます。そうですね、カットはダメです。カット やります。じゃあカット行きましょう。アウトコース高め外す感じの球で、これは見送ります。よしよしよし、そこは代打ねということで、276番さんいらっしゃいません。いきますよ、じゃあラストはカットボール投げたんで、最後はチェンジアップ、インローのチェンジアップ、これ振りますからね、アホみたいにね。はい、ここもファールです。え、カットボール投げてませんよ、1球しか。結構見方が難しいと思うんですけど、慣れればね、あの何が今監督がの中で起きているのかっていうの分かります。難易度はお任せです。 OK、 振りました。空振り三振。いや、まず一つあのね、あの表示があるじゃないですか、ストライクゾーンの表示、あそこがね赤色とか青色に少しだけ色が変わってるところがあるんですよ。そこがね一応なんていうんですかね、相手が青色のところがあの待ってないところなんですね。なので青いところをまず狙っていくんですね。であとは球のスピードを調節する感じです。そこが重要です。でも基本的にはねアウトハイとインローの使い分けだけですね、私の場合は。基本的な投球術ね、スラーブでいきましょう。これ振ってきますよ、アホみたいにね。低めにズバッと決まりました。振っても来ませんでした。いいテンポで追い込んでますよね。簡単に追い込んでいます。最後決めましょう皆さん、いきますよ。全力のストレート、外角高め、よいしょ、もう完璧ですよ。結局最後はバットが出ませんでした。ツーアウトになっていますいや、なんでそんなこと言うんですか、恐ろしいこと言いますね。最初の打席は三振に倒れました。いきますよ、これね引っ掛けさせましょう、引っ掛けさせましょう。あれ当てもできない、当てもできないのかこいつは。まあ1球目ね、多分ね私いつもストレート投げてるんで、これストレート来るんだろうなと思ってたんでしょうね。残念です、私はそんなねアホなことはしません。インハイ、オッケーオッケー、これでいいですね。で次はチェンジアップで三振でしょう。まずはこれで振る、オッケー、完璧です。そうですね、活躍はしてますけどね。ここからですよ皆さん、アウトローかインハイどちらを狙うか。ここはあえてスラーブで1球外します、1球外します。
見逃し三振。入った、ギリギリいっぱい入りました。結局3人で攻撃を終えています。タイミング合ってねということでね、敵の来ました第2打席、一応ノーアウトね、誰も、走者はいません。行きましょう。先ほどのね屈辱を晴らしましょう。いや、あそこは1回スラーブ挟んでから、あ、来ました。私の監督の勇姿見えるでしょうか。行きますよ。さっきからストレートが多かったんでね、ストレート来るんじゃないですか。はい、やだ、打った。窮屈なバッティング、ワンアウトです。なんなんですか、すぐアウトになっちゃいますね。うん、すぐ終わります。ということで立山さんいらっしゃいませ。そうですよ、二軍落ちありますよ。ということで307番さんいらっしゃいませ。そうなんです、二軍落ちありますよ。うん、飛びませんでしたね。うん、あの結構ねピンポイント当たったような気がするんですけどね。配球表をご覧いただいています。今日はストライク先行の投球です。ダメですよ、私一応ピッチャーですからね。いや、いい感じですね、盛り上がりますよ。解説がつくのも嬉しいですね。松田ズームズームスタジアム広島からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。0点です。スワローズの攻撃、ピッチャーからの打順になります。最初の打席は三振に倒れました。アウト、はい、オッケー。このストレートが決まります。ちょっとだけビビらせましょうか。ビビらしちゃいましょう。ちょっとね、ビビらしちゃい、ビビらしますよ。うい、はい、はい、八木さん当たらないんですね。あ、そうですね、二刀流ってことになってます。元4番ってことになってます。で、ちょっと当てに行ったんですけどね、避けられちゃいました。高めにバットが出ました。ワンボールツーストライクです。いや、ピッチャー一番嫌ですからね、内角攻められるの。そうなんですよ、だからあの打ててもいいんです、打ってもいいんですよ、全然全然打ってもいいんです。そんなこと言わない。今のところあれですよ、0点更新ですよ、皆さん。これはあれじゃないですか、普通に考えたら。なんかね、この人ね、あの、いや、難易度高いと思いますよ、わかりません。でもなんかこれ体の中が少し見えるんですけど、宇宙空間みたいに宇宙空間みたいになってます。中がなんか芝生になってます、体の中が。皆さん見えないですかね、あの T シャツの中がね芝生になってます。速いボールがコーナーに決まります。そうですね、小宮山になってます。何なんだろう、あれ宇宙空間みたいになってますね、 T シャツの中が。次はスラーブ、いやスラーブだろ、ここはスラーブだ。これ振りますからね。 OK です。はい、はい、ということで326番さんいらっしゃいませ。そして、ホワイトチョコさんいらっしゃいませ。和ごとーくということでね、不節制な生活してるピッチャーみたいに見えますけどね。まあ一応私としてはね、これでもね、あの筋トレしてこうなったと。やばい、打たれた。OKOKOK、 大いなる勝率、勝率、コスモスをね、この体の中に、宿してるんじゃないでしょうか。コスモスじゃないな、コスモか。ということで、あ、そうですね、どうなんでしょうね。でも筋トレでこうなったんだと私は思いますよ。うん、4番なんでね、行きましょう。ナイスボール。初球から力いっぱい投げ込んできます。まあ、ちょっとね、体力がやばいことになってきてるっていうのは事実なんでね、そこだけが気になる。やばいやばい、まずまず、ちょっと待ってよ、アウトコース。オッケーオッケー。いい球が来ました。スイチェンジアップで三振ですよ。P よだれ垂らしてるんじゃないですよ。いきますよ、これで三振です。見てください、いきますよ。はい、ということで和光一軍だということで、将棋さんいらっしゃいませ。一軍でも今のところね、ゼロ失点ですよ、ゼロ失点。ちょっとね、7回のラッキーセブンですか、次は。やばいな、この回さすがに耐えきれないかもしれない。終盤7回に入ります。なんとスワローズ打順よくクリーンナップから始まります。クリーンナップから打席には3番バッター。こういう表現があるんですね、一軍だったら。ここまでルーキーらしからのピッチングが続いてますね。あ、ルーキーらしからのピッチングが続いてますね。ある程度投げるだろうと思ってましたけども、まさかここまでやると思いませんでしたね。言ってますね、ありがとうございます。先頭バッターとして役割を果たしたいところ。オッケー、危ない危ない危ない、ちょっと真ん中に入ってきたよ、気をつけろ。ベータ方面ですよ。でもね、危ないんですよね、ぶっちゃけ危ないんですよ、ぶっちゃけ危ないんですよ。インロー、
オッケーです、オッケーです。近いところで沈んでいきます。ストライクをぶっちゃけ話、体力がやばいんですよ。体力がまずいのがやばい。ここはねストレート、ちょっとここで全力を使いたくないんですけど、アウトコースの高めのストレートでいきましょう。振ってくれ。何、これは見送ってボール。これは見送られたか。まずいまずい。遊び球はもう投げれない。チェンジアップ。そうですね、今 OK OK、 いい感じですね。そうですね、今日ここからですよ。本当にね、一軍生活ここからなんで、ここから今日のね、今日これを見た方がは多分最後まで見てたら、本当にね、あの一人の選手の全てを見れることになると思いますよ。あ、バレンディ怖いですけどね。とりあえずアウトロー決まれよ。ナイスボール。このストレートが決まります。チェンジアップ次です。チェンジアップは次です。でもね、チェンジアップ待ってそうな気がするんだよな、こいつ。ちょっとカットボールでね、あのちょっとおちょくりましょう。アウトコースの、これは大きく外れています。カットボール外れちゃいました、すいません。よし、これでここでチェンジアップをインハイ。OK、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 バレンティンだけは本当怖いですからね。どのように料理していくか。長打力がやばいですからね。フルゲージですよ。これどうしましょう。最後はね、決めましょう。インハイのストレート。OK、4賢者必要じゃありません。4賢者必要ありません。5番バッターの川端来ましたよ。ということで和光2ということで348番さんいらっしゃいませ。ただいまね、プロ野球スピリッツ2013、初めての一軍プレーをしております。いきますよ。やばいやばい。あー、落つなよ。 OKOKOK、 マルナイス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 、マルナイス、グッジョブ監督ということでありがとうございます。すごいですね。来ました来ましたよ。すごいでしょ。あーということで危なかったですね。あ、来ました。誰ですかあなた。ここで監督動きました。あ、広瀬だ。広瀬が来ましたよ。広瀬西さん、まあ広瀬でいいでしょう。まあ、今はね、広瀬でいいですよ。まあ、ここはね、結果を出してもらいたいですね。代打の広瀬ですよ。頼みますよ。よろしくお願いします。まずはね、相手ピッチャーのね、球種を見ましょう。1球目はね、基本的にはストレートを投げてきてるんで、多分ストレートなんじゃないかな。1球目はね、最近ストレートなんですよ。1球目は絶対ストレート、つまり初球打ちがベストですね。初球打ちがベスト。そうですね、いいですね。ちょっと待ってください。1球目はストレートか。これは打ちました。2球目は何だったの。ボールが出なかったぞ。あ、なるほどね。1球遊ぶんですね。なるほど、わかりました。私はね、2球目を打ちます。2球目を打つことにしました。2球目を打つ。高め打ちました。おお、抜けた抜けた抜けた。こいつストレートしか投げてねえな。なんでなんだ。あ、野村選手が、野村監督が見えてますよ。いや、もう見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。そうですね、でもね、バントダメですよ。バント、バントバントか、了解。ちょっと待って、バントどうする。わかりました。バントしましょう、バントしましょう。バントいきます。バント変えられた。変えられた。あ、でもヤギも変えられた。私変えられて点が入った、しかもすごい。あ、ということで368万さんいらっしゃいません。同じ回に一応変えられたんですけど、これいけたのかな。ミッション強制的に変えられましたからね。ヤギもね、強制的に変えられましたから、カープ痛い敗戦となってしまいました。負けましたけどね。小宮山さん、白星こそつきませんでしたが、ルーキーらしからぬ素晴らしいピッチングでしたね。そうですよ、もう本当に素晴らしいピッチングでしたね。まあ、めっちゃ褒めてる。勝てなかったというのは非常に残念ではありますけどね。そうですね、確かにそうですね。接戦をものにしました。一方のカープですが、ノムケン放心状態となってしまいました。なんで勝てへんのかの言うてますね、これね。ヤクルトスワローズが見事勝利を収めています。うわー、マジか。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。そうなんですかね、流れを呼び込めなかったのは事実ですけどね。
いやもうね、野村ダメですね。やっぱ野村じゃダメですわ。うん、ピッチャーはね、いい選手が揃ってきてるんですけどね。また今村が負けた。そうですよ、ヤギにね入ってますよ。スポーツニュース、そうですよね。本日行われた広島対ヤクルトの試合は0対2でヤクルトが勝ちました。敗れた広島5連敗です。なお監督選手は7回を被安打3、13奪三振無失点の内容でした。いや、これ一軍デビューでこれはすごいでしょう。以上、スピスポでした。ヤギより投げマウンドにの ミッションは失敗に終わりました。私負けたわけじゃないんですけどね、腹立ちますね。まあポイントは入りましたけどね。いいピッチャーになりそうなんですけどね。監督選手って紛らわしい、ね。そうですね、ちょっと分かりづらいかもしれませんけどね、一応 KT って後ろについてるんでね。来ました、今日はヤクルトとの3連戦2戦目だ。山田が最近大好調と聞いている。徹底マークで封じ込めるんだ。では今日のオーダーを発表しておこう。私はね、さすがに2連戦では投げません。だって一応ですね、ミッションがね、八木投手よりも長く、マウンドに立つということだったんでね。そうなんですよね、腹立ちますよね。マイケンがいますよ。女子アナとイチャイチャできたらいいですね。マイケンが投げてますよ。マイケンだから勝つんじゃないかな。また負けた。マイケンで負けちゃダメ。5勝。なんでそういうこと言うんですか。また負けましたよ。あ、5位に転落。あ、しかもこれでミッションもいけませんでした。ヤクルトとの3連戦を勝ち越すことに失敗しました。どうしてどうして、私こんなに頑張ってるのに。今日はヤクルトの3連戦最終日だ。いやー、やばいですね、これやばいですよ、これマジで。いや本当にやばい。いやいや、ダメですよ。広島で優勝するというか、せめてクライマックスシリーズにね出ないとダメですよ。それが重要なんでね。いやでも投手はいいのにな。あ、打った打った打った。キラが打ってくれた、キラが打ってくれた。しかもバリントンの時にね勝つとか意味が分かりません。そうですね、 FA したらもらえますかね。でも高校生ですからね、まだね。一応高校19歳っていう設定なんでね。いや楽しみですね。いや私はしっかりしてるんですよ。しっかりしてないのはカープです。首脳陣によるあなたの、評価能力が更新されました。上がりました、上がりました。え、対ピンチマイナス1がついちゃいました。え、まずまずまず、なんでなんで、何これ、何これ、ちょっと待って。やばい、ピンチとランナーの時のあれがやばくなってしまった。ちょっと待ってよ、これはちょっと改善しないと。能力能力能力アップ、これ勝手につけられちゃうんですね。これ腹立ちますね。私これ対ピンチ対ランナーつけられちゃいましたからね。これつけよう、今までねつけてなかったんで、これつけましょう。でなんか腹立ちますね。球威を上げるには500がいるんか。これをね S にしたら火の玉ボールってのがつけれるんで。あ、なるほど、あれあれか、あれ評価か、そうみたいですね。多分なんていうんですかね、評価によって変わるんですね、あれはね、多分。だからあれ実際は私の評価じゃないんですよ。首脳陣の評価なんで、自分の能力値と首脳陣の評価は別らしいんですよ、このゲームね。なので自分の能力にはついてないものでも首脳陣の評価でついちゃってる場合があるんですね。そういうことだと思います。一応そうなんですよね、やばいなこれ。まあでも次のね多分登板の時はもうエース扱いだと思いますからね。やばい、巨人戦だ。夕方には雨模様になるとの頃らしい。宇宙のナイターだ。視野も視界も悪くなるだろうから気をつけてくれ。亀井が最近大好調。うわ、何この評価すごいな。ちょっと巨人3連戦ですよ。野村で初戦を野村でやってきましたよ。まあいけるでしょう、野村なら大丈夫でしょう。ボロ負けです。やばいやばい。
へいへいへいじゃない、やばいぞやばいぞ。そうかもしれませんね。やばいですね、野村が打たれちゃいました。そうそう、私かな、まだか。ちょ待てよ、ダメだ、中村とか投げさせてるぞ、やばいぞこれは。あ、しかし勝った、勝った、勝ちました。はい、ということでディーンさんいらっしゃいませ。そうですよ、一軍上がってね、今日初めてのプレーです。一応ね、今までは10時からね12時までの枠でいつもメインでやってる、あ、じゃあメインタイトルとしてねやるのは今日が初めてですよ。さて、とりあえず今見たところではね、一応まあそれは燃えますよ、巨人戦にね行きたいですからね、巨人戦出たい、頼むぞ。これそうです、そうです、監督一人では勝てるんですよ、行きましょう、巨人戦ですよ。今日は巨人との3連戦最終日だ。阿部が最近大好調と聞いている、徹底マークで封じ込めるんだ、いきますよ。ねえ、巨人戦投げられないの、なんでだ、なんでなんだ。巨人戦投げさせてもらえません、なんでなんでしょうか。あーでも勝った勝った、勝ち越し勝ち越し、大竹が投げてる、いやそうですよね、阪神戦っぽいですね、私が当たるのね。2連勝2連勝、成長ポイントもらいましたけどね、20ポイントだったら5ポイントずつぐらいしかもらえないですね。行きましょう、いや楽しみになってきましたよ。あ、甲子園来ましたね、甲子園に来ましたよ。さてよし、甲子園へ乗り込んできたぞ、今日から阪神との3連戦だ、今日からの3連戦負けられんぞ、狙うは3立て3連勝だ。いやちょっと野村さん、ちょっとそれ高望みしすぎじゃないですかこれ。なんと阪神を3立てせよというこのミッションが出てしまった、これはきついぞ。今日の先発はお前に任せたぞ、敵のスタメンで最も打率が高いのはマートンだ、このカードの鍵になるかもしれん、わかりました。マートンを出塁させると失敗、いや敵地で3体とかね、ちょっと無理を言いすぎでしょ、しかもマートンを塁に出しちゃいけないらしいですよ。いやちょこれは厳しいですね、いやめちゃくちゃ投げさせられてるんでしょうね。いきますよ、敬遠してもフォアボールもダメですよ、これもう今は上げれるやつないよな、速度はねちょっとずつ上げるよりは一気に上げた方が気持ちがいいんで、60、40で守護20、あ、いける、でこれでいこう、いやきついんですよ、結構きついんですよ、でで500で OK、 いきましょう。あ、でも調子が良くなってきた、いやできません、自分が監督としてねプレイしてるときはシフトできるんですけど、自分がプレイヤーとしてやってるときはねいじれません、多分デッドボールデッドボールでもダメでしょう、出塁したことになるでしょう、これいきましょう、監督の腕の見せ所頑張って、はい、わかりました、頑張ります、いきます。相当ね、でも難しくなってますからね、これね、私結構うまくプレイしてると思うんで、多分難易度も結構高めになってると思いますよ。そうですね、ニューヨーク行きたかったですけどね。ということで437番さんいらっしゃいませ、キャッチャーならいじれる、あ、そうなんだ、来ましたよ皆さん、多分ね、大阪や、兵庫なんかに住んでる方はね多分今、非常に興奮してるんじゃないでしょうか。しかもこれね、今現在の順位でいうと、まあ、4位と、2位の試合なんでしょうけどね、今の本当の順位は2位対3位ということで、これは負けられませんよ。あ、1点入った、もう1点入った、行きましょう行きましょう、西さん、長いシーズンの怪我などもありますから、年間通してベストオーダーが組めるかどうかっていうのは大事ですよね。いや、そうですね、それを含めてが、チーム作りですからね。和田監督がいますね、和田監督が、監督の采配にも注目が集まります。言いましょう、じゃあ、カン、どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。え、誰でした、解説石原、小宮山と誰でした、言いましょう、
まあ、これは飛ばします。ただ西岡です。タイガース初回の攻撃になります。バッターボックスは1番西岡。西、あ、まだ西か。そうなんですよ。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。行きましょう。西だったんですね、解説者。 OK です。決まってストライク。でチェンジアップ。緩いボールで来ました。西岡は大リーグ帰りですよね、確かね。で、ストレート。ん？何がですか？ああ、あれか、あの空振りです。追い込まれました。アメリカは大陸横断ウルトラクイズの枠のことですか。いや、もうあれはもうちょっと疲れましたからね。あれ以上やるとちょっと私の精神に支障がね、あの生じてしまうんで、います。あ、見るかこれ。見るかあれを。ストレートで三振取りましょう。じゃあ最後インコースいっぱい。オッケー。これはバット出ず。三振です。西岡を三振取りました。結構緊張しますね。あれヤマトとか出てるんだ。今ヤマトって出てるんですか。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インハイ。インサイド空振り。ナイスボールですね。ありがとうございます。で、ヤマトってあれですよね。最近見ませんもんね。オッケー。同じ場所にスラーブ。変化球ボールになります。やばい、ミスっちゃった。出てませんよね。あ、怪我したみたいですよ。うん、どうやら。皆さんの本当に詳しいですね。行きましょう。ストレート。アウトロー。バッターから遠いところ。そういえば私のね、応援歌ね、ちょっと次注目しといてください。まあ、球数多いですけどいいんですよこれで。オッケー、打ち上げた。アウトコース打ちました。ファーストが構えます。取って、ちゃんとカバー入りました今の。見ましたか。というわけで、取りたいんです。こいつは危険ですからね。楽しみですね。取りたいんですよ。沈黙の4番と言われた男。いきます。オッケーです、オッケーです。あ、でもこれいいですね。これもしかしたら三振取れるかもしれないですよ。あ、これ見てくるんだ。これはね、見てこられると困るんだよな。オッケー。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。あ、そうなんだ。そうなんですよね。この人9回以上の選球眼って言われてるんですよね。で、最後は全力のストレート、外角いっぱい。いきます。よいしょ。うわー、あれ、あれを見るのかこいつ。選球眼良すぎだろそれ。マジですごいな。よっしゃ、 OKOK。 でも三振にしましたよ。三振にしましたよ。そろそろ私のバッターボックス来るんじゃないですか。あ、あれか。まずはネクストバッターサークルからね、今日の、相手ピッチャーのね、調子を見ましょう。そんなこと言うんじゃありません。いや、今年はね、そう言われて、そう言われなくてもいいような感じですよ。あ、あ、すごい、入ったんじゃない。ファールか。ファールでした。石原、いい感じですね。はい、わかりました。ということで、コミュニティさんからありがとうございます。ということで、LG さんバイトに行ってらっしゃいませ。ナックル投げるやつがいる。誰だこいつ、誰こいつ。ナックルカーブとか投げちゃうのこの人。ストレートが速い。148キロ。何その速度差、やばいぞ。スタンリッチでしょうね多分ね。1球目打たないとやばい。1球目を狙っていこう。ということで、初見さんいらっしゃいませ。475番さんいらっしゃいませ。打ちました。ラインには入った。よし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 、バントだ、バントだ。あ、ツーアウト、マジか。ツーアウトか。ツーアウトだ、やばい。打てないといけない。
1球目のストレートを狙っていく。初球に置いてきたストレートを狙っていこう。打席には9番バッターカン。言いましょう。応援歌聞こえますか？2連勝。あーだ、うわー、2塁送球、3アウトチェンジ。わらわら、打ちそうな体勢だね。あー、打ちそうなんですけどね、打てないんですよね。いや、大丈夫で、触れなくて大丈夫ですよ。ダメですね。っていうか、応援歌聞こえました？さっきの応援歌少し変えてるんですけどね、普通の人よりも。まあ、いや、次また気にしておいてください。また多分もう一回ぐらいね、多分打つ最悪の当たり言わない。ピッチャー、うん、でもセンターにね落としたいですね。でもね、センター前ヒットとか打ちたいですね。よいしょ。インコース空振り。マートンを確か出しちゃいけないんですよね。いきます。オッケー、決まった。2球で追い込んで、こいつをね、塁に出しちゃダメらしいんだよね。で、アウトコース高めのカットボール。オッケー。で、多分あいつはもうね、ビクビクしてるんですよ今ね。やばいぞこいつ、速球が来るのかなとか思ってますから、ここでまさかのスローチェンジアップ、インロー決まる。うー、ライン際フェア。あー、やばい、やられたー。もうミッション失敗だ。ミッション失敗だこれ。うわー、どうしよう。バッターボックスは5番、新井。何この新井が、なんでこんなにいいのよ打率。おかしいでしょ、打率がこんなにいいわけない。ヒットでランナー1塁になっています。この野郎、お前、この野郎、最初は見ていきます。この野郎、お前腹立つんだよ、お前の顔見るとよ、本当に腹立ってしょうがない。こいつの顔を見ると腹が立ちます。オッケーだ。タイミング合いません。ノーボール2ストライクと追い込まれています。よし、最後決めるぞ。これでいきましょう。バッター、セカンド送球、アウト。いいプレーが出ました。オッケー、プレーアウト。イエーイ、バーカバーカバーカやりましたよ。ということで、506番さんいらっしゃいます。リプレイでご覧いただきましょう。やりました、見ましたか今。ちゃんと私、文句言いに行きましたからね。はい、和骨ということで、シーカさんいらっしゃいませ。ちゃんとこら、監督が走っていて、ちゃんと怒りに行きましたよ。はい、ということで、515番さんいらっしゃいませ。やりましたね。ゲッツーくじ下手。よし。それは厳しいですよ、当然です。まあでも、金本は許しますけどね。まあ、仕方ありません。実際年俸は払えませんでしたからね、うん、すいませんでした。まあ野球なんでね、ちょっとそういう感じのノリになってしまいます。いきます。 OK、 2球で追い込んできました。危ないな、マザガリ投法ですよ私、で最後はねスラーブで決めましょう。これ振りますからねこいつね。ああ振らない、なかなかやるじゃないか。いや、うぐちもいいですよ。その問題なのは新井です。見逃し三振、スリーアウト。江藤はちょっと嫌でしたということで、525番さんいらっしゃいませ。まあ巨人はね、なんかまあ憧れてもまあ仕方がないなと思うんですよ。その実際強いですからね、優勝もできますしね。なんで阪神なのよっていうことなんですよ、私からしてみればね。私からしてみればなんで阪神なのか、そこなんですよ。優勝も狙えないようなチームに、ね、移籍するんじゃないと私は言いたい。あれはそうですね、これあれですよ、弟の方ですね。変化球タイミング、優勝、まあ、できることはできるかもしれませんけど、やっぱ巨人と確率比べるとやっぱどうしてもねちょっと違いがありますよね、どうしても。おー、いやー、くっそ、兄の仇に弟に取られてしまった。やるな、
つが荒い弟いいですよね、うん、欲しいです、正直欲しいです。行きましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。最初はですよね、まあ仕方ないですよね、まあ、それはね。荒い弟いいですよね、うん、そうですね。ああなるほどね。いや弟はいいですよ、うん、弟いいですよ。一球高め、はい、ということでラミちゃん初見ということで、ラミちゃんさんいらっしゃいませ。変化球タイミング合いません。こいつは大丈夫ですね。ボール2ストライクです。でストレートでオッケー。バットに当たりません。三振。いや、あ、でも、あ、そうなんだ。でも弟の方がなんかホームランバッターっぽい振り方しますけどね。あ、ということでミユさんいらっしゃいませ。ガス最高ですね。ありがとうございます。さあ、で行きましょう。ランナー一塁。行きますよ。スタンリッジですよ。送りバントしてくれるのか。あ、そうなんだ。オッケー。ました。ファウルになります。いやそうなんですか。いやなかなか良かったですねそれね。いやでもね結構難しいんですよこれ。 OK、 よしよしよし。スタンリッチはねバントが下手、いやそれ出せないんですよ。というかスタンリッチスタンリッチバントが下手なことが発覚しましたよ。バントしました。やばい。ファーストが取る。一塁送球します。いやうまくやられた。お豆腐はバットボーイが好きなんですか。打順はやばい来た。これ結構大事な場面っぽいぞ。なんか画面が変わりました。画面が変わりましたよ。いきます。ナイス。このストレートに。いやでも本当にね、まあ、この阪神対カープありえますからね。ありえますからね。しかしバットが回りました。いやこれチャンピオンズ、チャンピオンじゃないよ、クライマックスシリーズ、この対戦ありえますからね。これはね緊張しますね。ありえますよ全然。空振り三振。ランナー返すことができませんでした。頑張ります。邪魔にならないようにいきます。いやかっこいいな監督の投げ方、超かっこいい。こんな投げ方できませんけどね、私ね実際リアルではできませんけど、かっこいいですね。打席には8番バッター石原。いや緊張しますよ。最初の打席で2アウト。石原まさかこれ打つのか。高めにバットが出ましたそうですね、その通りです。三振が一番あの経験値は高く入ります。でも4回投げて今結構球数投げてるからな。今日は6回まででしょうね多分ね。痛烈。OK またチャンス。でも2アウトなのか。また打たないといけないじゃないか。強振を諦めるか。来るぞ来るぞ、来ますよ皆さん。いやでもやっぱここはホームランバッターを気取っていきたいな。バッターボックスは9番カン。いきます。ストレート、初球のストレートを狙う。はい、打ちました。抜けた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 。ランナーが出ます。抜けましたよ。2アウトランナー2塁1塁。ね、実はこれね、あの走塁も私やるんですよ。なので打ったらね、私あの走塁もやらされるんです。いきますよ。この回追加点を挙げています。盗塁しませんよ。盗塁2塁いますからね。ということでナポリン対ワコツーでございます。ナポリンさんいらっしゃいませ。この視点から見れるんですよ。緊張しますね。緊張するぞ。低めの変化球で倒していきます。頼むよ。ここはあっという間に追い込んでいます。ダブルスチールのサインが出てたらいいんですけどね。辛いですということで出てますね。新井さんいますね、一塁にね。あっとそらしている。あ、ボールを拾って戻れ戻れ戻れ。危ない危ない。危なかった。危なかった。低め危なかった。持ってきましたが外れます。危なかった危なかった。盗塁しますよ。デブソール言わない。意外と早かったですね、戻ってくるのがね。チェンジアップには反応しません。 OK、2-3、2-3 ボールです。2球で追い込んだんですが、これ満塁になったら大変なことになりますよ。583番さんいらっしゃいませ。頼むぞ。せめてオートスタート。いけ引っ張った。いける。右に持っていった。これはどうだ。
ワンバウンドヒット。いける。中継にボールが送られる。セカンドランナー。オッケー。追加点が。オッケー。最高。二塁三塁になりましたよ。さあご覧いただきましょう。うわ緊張するなこれ。デブナイスですねこれ。ルイスが打ちました。そうか。阪神ファンの方もいらっしゃるんですね。そういえば。菊池です。私の大好きな菊池。今日は打点が私の好きな菊池だ。変化球を極めます。すごい高速スライダーとか投げてる。いやいい感じですね。これピッチャーですからね。こう見えて。うわ。変化球うまくかわされました。頼むぞ菊池。軽快なステップですね。よしよし。いや無理ですよ。外へのスライダー。まあ、2、3だったらね走ってもいいんですけどね。あ、2、3でも走っちゃダメだ。2、3でも走っちゃダメだった。危ない。満塁じゃないんでした。そういえば。低めいいところに持ってきましたが外れます。これで3ボール。そうですよ。あ、そうですね。今日もカープはカチ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 ということで、いけるんでしょうか。打った！ホームラン！入ったんじゃない？入ったんじゃない？オッケーオッケーオッケー。やりました。走者一掃のツーベースヒット。菊池がやりましたよ。やりました。見事なバッティング。炎上中スタンリッチが炎上中。ここでの追加点は願ってもらえるでしょう。いい感じですね。いやなんでしょうね、今日は強いですね。ありがとうございます。拍手の方ね。よしよし、まあ、あとはね私はピッチャーとして抑えればいいだけなんで。やりましたね。さて大和からです。4回裏の攻撃になります。38球か。そうですね、勝ちましょう。最初から際どいコースできます。違いますよ。監督っていう名前の名字で、カッコ KT が名前ですよ。やばい、頼む、堂林頼むぞ。危ない。そうですね、このフォームがね、こうなんていうんですかね、愛着湧きますよね。3番バッター鳥谷、最初の打席は三振に倒れました。こいつね、身長実はめっちゃ低いんですよ。ピッチャーにしてはね、多分身長めちゃくちゃ低いんで、なんか可愛らしく見えちゃいますよね。行きましょう。スローチェンジアップ。いや170、あ、やばい、危ない。一応ね、176ぐらいまであるんですけど、他の選手のところまで走っていったら分かるんですけど、全然ね足りないんですね。ということで、コミュニティさんからありがとうございます。いきますよ。あ、これはマートンだ。でももう打たれちゃったからな。やばい。フルスイング。センター強い打球。危ない。ああ、怖かった。ちょっと初球打ちが始まりましたね。1球目ストライクゾーンに投げることがバレちゃってるのか。これはゆるキャラ目指してませんけど、ああそうなんだ。まあでもその基本的にはね、あ、来ましたよ新井。これは宿敵の方が、おっしゃい、打ってみろよ。おい、え、うちの内村もまあ皆さんね、多分チームに一人ぐらいこういう選手がいるんでしょうね。で、ほら打ってみろよ、打ってみろこれ。打ってみんさい。あ、外外れてボール。外れましたね。なんでなんでしょう。これは入っていました。わかりました。新井だけはね、すいません。新井だけはね、これで新井だけはこのテンションでやらせてください。お願いします。カットボール投げましょうか。じゃあ一球だけ。見ましたね。なかなかやるじゃないか。いきます、全力で。よいしょ。わずかに右に切りました。ファールボール。いきます。やばい、打ちました。
センター、センター、あーわ最悪だ、打たれちゃった。ノーアウトランナーが出ていきます。やばいやばいやばい、これはまずい、本当にやばいですよ皆さん、やばいことになってきました。最初の打席は三振に倒れました。やばい、アンチスレなんて立ってません。ただ単にあんまり好きじゃないだけです。ヒットでランナー一塁になっています。だって新井がいたら全然違いますからね。栗原も出てくることなかったでしょうし、正直ねえ、そう私は思いますよ。変化球タイミング合いません。投手生命の危機じゃないですよ。ただ一人のバッターに打たれただけなんでね。いきます。 OK、 ワンアウトです。はい、右がやばい。ということで636万さんいらっしゃいませ。新井ユニを再利用しまくってるお兄さん、え、新井ユニ弟じゃなくてどうなんだろう。やばい、打たれちゃった。あ、よくよく。インコースの高めが結構打たれちゃうな。お前、お前のせいでお前。行きましょう。最初の打席は三振に倒れました。際どいところ見送っています。わ、やばい。ボールになります。ボール先行です。お、やばい。ボールになります。なんで？入りません。ちょ、待ってください。ちょ、まずいですよ。危ない危ない。1球見ました。オッケー。フルカウントになっています。ここで決めてこそなんぼ。ここで決めてこそなんぼ。高めのボール。オッケー。ナイス菊池。セカンドホースアウト。カットボール危ないですよ。はい、わかりました。落ち着いていきます。ということで640万さんいらっしゃいませ。あ、選手交代か。あ、来ました。いや、石原今日あれじゃないか。2安打、2打数2安打。バッターボックスは8番痛烈入れました。ファールボール。あ、じゃあ私より、私んより低いですね。全然低いですね。すごいな、その低め。そうですね、ここ打てば猛打賞ですよ。ボールでしたが見送っています。行きましょう行きましょう。次もしこれ、あ、しかもノーアウトだから絶対回ってくる。チェンジアップ外れました。あ、チェンジアップとか使い始めてますよ。はい、和骨ということで玉込さんいらっしゃいませ。行きましょう。応援歌注目しといてくださいね。次の曲ですよ。この球は外れています。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。じゃあちょっと応援歌聞くために1球見逃してみようかな。高めのボール。あー、打っちゃった。あ、ありがとうございます。さて、とりあえず1球まず見逃して、それは取ってるでしょ。取ってなかったらえぐいですよ。5球見逃したらさすがにアウトでしょ。いきますよ、ゆっくり聞いてください。バッターボックスには9番カン。聞こえますか。ヒットを放っています。いや、うわー、すっぽ抜けの球が来たのに。あ、そうなんですね。行きましょう。次行きますよ。ここだ。よいしょ。叩きつけるバッティング。ダメでした。アウトでした。聞こえませんでした。あ、聞こえませんでした。一応なんかね、あの情熱大陸の曲にしてるんですよ。応援歌。じゃじゃちゃん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 っていう。聞こえないのか、残念だな。本当はね、聞こえるようにしたいんですけど、もう少し次の時は音を聞くしましょうか。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。わからない。わからないですか。わかりました。これ代打です。バッター柴田西さん。はい、わかりました。じゃあ次ちょっと音量アップしましょう。ここはね、しっかり守りたいですよ。そうですよ。あ、そうですね、それもありですね。いきます。この回もマウンドに上がります。あ、本当ですか。聞こえてる人と聞こえてない人がいるんですね。初球ボール。やばいな、だんだんボール球が先行し始めた。 OK、 膝元へ持ってきました。そうですね、柴田が出てきますよ。あ、これ代打か。代打
オアボールまで耐えないといけないですよ。ということで657番さんいらっしゃいませ、で、スローボール、オッケーオッケーオッケー、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。多分今迷ってますからね、あいつね。何の曲かは分かんなかったの、はい、あ、そうなんだ、了解です。じゃあ最後はね、スラーブで三振ですよ。うわ、やばい、抜けた抜けた、この一振りでしっかり結果を残しました。やばい、くっそー、打たれちゃった。西岡か、先ほどは三振でした。うい、絶対こいつ盗塁しますよ、間違いない。オッケー、抜けた、嘘、あんな消防当たりで抜けられちゃった。やばい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 、本当にやばい。バッターボックスは2番ヤマト、やばい、まだヒットがありません。やばいやばいぞやばいぞ、集中、甘いコースではあったんですが初球見てきました。集中、インコース高めの変化球、これは手が出ません。すぐに追い込みました。オッケー、打ちました。オッケー、ダブルプレー、ダブルプレー、二塁送球、二塁アウト、一塁送球、アウト、ダブルプレー。新井に打たれようじゃないですよ、新井に打たれちゃダメなんです。今ツーアウトですよ。鳥谷来ました、鳥谷来ました。3番鳥谷、今日はまだヒットがありません。焦っちゃダメだ。オッケー、打ち上げた、初球打ち取って、スリーアウトですそれ辛すぎるなんすかその話、そのエピソード泣けちゃいますね。ちょっととりあえず OK です。また7回も投げるんですか私。私また投げさせられるの、マジか。なんかこれ難易度アップは勝手にされるんですよ、これお任せなんでね。勝手にね、私が勝っていったら難易度がアップします。今のは反応できませんでした、ストライクです。やばいなこれ、スラーブ、オッケー、ナイス。だいぶボールとバットが離れていました。あ、そうですね、あ、そうか、60、そうか、もう7回なのに69なのか今。最後はチェンジアップ、いけ、これを振ってくれ。はい、初見さんいらっしゃいませ。緩いボールで来ました。ということで、673番さんいらっしゃいませ。三振取りましょう、ストレートでいきます。ただいまね、初めての一軍プレーっていうのをやっております。初めてなんでね、今日ちょっとね緊張してますけど、とりあえず今のところオッケー、三振になります。まず一つアウトを取りました。あ、そうなんだ。バッターは5番新井、先ほどはヒットを放っています。でこいつね、さっきね私のねストレート打ったんで、もうストレートはね投げないことにします。こいつには、こいつにストレートはちょっともうダメかもしれない。ストレート以外で勝負しましょう。やばいな、ビビってんのかこいつ、ビビってるぞこいつ、大丈夫か。オッケーオッケー、落ち着いて落ち着いて、ストレート以外で勝負。いや、いきますよ。やばい、打ちました、オッケー、オッケーです、最高です。とりあえず抑えましたよ、これで7回まで無失点。バッターボックス今成、先ほどの打席は三振に倒れました。あ、そうなんだ。まあでもね、これも結構面白いというか、特にこのね一人の視点でプレーできるっていうのが面白いと思うんですよね。私は他のソフトもね結構いろいろ出てるのは知ってるんですよね。リアルさもねこれよりも上だったりするやつあるんでね。一塁アウトで3アウトチェンジです。オッケーオッケーオッケー。あれこれ私間違えた、危ない、危なかった。今、間違えて四角ボタン、三塁側のボタンを押してました。危なかった。でも誰もバッターがいなかったから8番バッター一塁投げたのかな。行きましょう、次もまたね私の出番来ますから。あと音聞こえなかった人のためにね、次は音量ちょっと上げますね。セカンドホースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。あれ私出番まだ、あはあそうか、もう8回、あはそうか、どうやら石原がダブルプレーになったため私の打席が来なかったみたいです。ちょっと8回の裏タイガースの攻撃、まあこれもしこれで完封とかしたら役割を果たしたいところ。いや私なんてね、そんなのまだまだですよ。私なんてあれですからね、
8回まで完全試合してそこで変えられましたからね。腹が立ちました。あれは言いましょう。おし、叩きするバッティング、一塁送球アウト、いい感じですね。バッターボックスいましょう。次は藤井です。今日はまだヒットがありません。ストレート、ありがとうございます。初球コミュニティの参加ありがとうございます。落合、なんか言ったか落合じゃないよ、野村ですよ。落合はしかももうあれでしょう。いや、わかりません。どうすりゃいいんでしょうね。あ、落合監督そういうことしたことあるんですか。おー、知らなかったです。ということで685番さんいらっしゃいませ。落合も完全試合、あ、そうなんですね。そうですね、これ監督っていう自分で作ったキャラクターをね今操作してます。高めに決まります。でずっと2軍生活してたんですけど、やっと1軍に上がれたんでね、あのいつもの10時から12時枠で、いやそんなことない。いやだからそれをしないとね怒られちゃうんですよ。 OK、 完璧だ。いい感じですね、本当に。病がそうだったね。もう病は自分で変わるって言っただけで。ここで代打です。あ、そうなんだ。ということで693番さんいらっしゃいませ、なんかねこれがかっこいいなと思ってこれにしたんですけどね。あ、そうなんだ。病っていう選手が完全試合の途中で落合が変えたんだ。でも一応自分で変えてくれって言ってたんですね。あ、檜山が来ました。代打の神様、代打の神様来ましたよ皆さん。まあ私はあんまり檜山は代打の神様っていうイメージじゃないんですけどね。やっぱ代打の神様って言ったらあっちですよね、阪神といえば。一応高校生、高校生ルーキーで、ずっと2軍で頑張ってたんですけど、やっと1軍に上がってきた、で今3試合目ですかね。そうですね、八木選手ですよね。懐かしいですね。いきましょう。あとね、知りたいスペックなんかがあったらね聞いてください。インサイド落ちました。頼むぞ菊池。さすが、見ました、今の菊池。さ、かっこいいですね、かっこいいですね。体重は分かんないですけど、まあカーブ的には前田ですよ、もちろん、うん、身長はね176、体重は分からないです。体重とかあったっけこれ、バスト、分からん。体重は少し分かりません。あとバストも分かりません。私の年収は教えません。そうですね、前田選手出てきたらいいですけどね。ヤクルトのね、あの若手のルーキーにねぶつけられちゃいましたからね。まあ仕方ありません。あ、来ましたよ。私のためにピッチャー変わる。あ、見て、こんなのも再現されてんだ、かっこいい。すごいこれ。ということでカープファンの、方いらっしゃいません。709番さんいらっしゃいません。見てください、リリーフ界に乗って誰か出てきましたよ。松田だ、松田選手出てきましたよ。車来ましたね。私も、あ、来ました。そして私、見てください、種田の打ち方、一発で仕留めますよ、一発で仕留める。この展開でよいしょ、やったー、いったんじゃない、いった、あ、いけ、二塁行って、おっしゃ、ツーベースヒット、先頭バッター出ました、カープ。やりました。いやで、私自身はねこちらの、プロ野球スピリッツ2013初見プレーでございます。2012の方はね監督としてプレーしたことあるんですが、選手としては初めてです。やりましたね、見ましたけど、すごかったですね。まずは見送ります、ワンボール。いや全力ですよ、9回ですからね。言わそうだと言わない。いや、いい体型じゃないですか。イラブとかもこういうなんかちょっと太めでしたしね、まあ、最近少ないですよね、太ってる投手の人ね、あんまりいませんよね。松坂とかね、そういう選手少なくなってきましたよね。あ、そうなんだ、松田、確かにそうですね。肉うどんって言わない、藤川が普通球児が出てくるところですもんね、これね、本来なら。この球は見送ります、スリーボールになりました。そうなんだ、これが今抑えの候補なんだ。行きます。はい、人間ドックか。はい、枠を取ることは男の生きがいである、枠を通ということで、ふーさんいらっしゃいませ。
あ、そうなんだ。デーブ大久保じゃない、あれはバッターだ。しかもしかも問題起こしてた、ライオンズかなんかで。走りませんよ、こんなでかいやつが走ったらもうバレバレでしょう。キャッチャーもなんか、なんであいつ走ってんだって感じで、逆にね投げない可能性ありますけどね。来ましたよ、菊池です。菊池打ちました、よし、転がってセカンド取った、一塁アウト。やりました、やりました。2アウトランナー3塁と変わっています。迎えるバッターは3番丸、今日は中山博明ボールを選んでいます。牛とか言わない。気合いの投球を見せます。そうですね、そうそうそう、まあいろいろ何かあったんでしょうね。あ、今楽天なんだ。あ、いい選手ですね。マツダと言ったら私はなんかソフトバンクのねマツダを思い出しますけどね。今年はなんかあんま調子は良くないみたいですけどね、いい選手なんでね、必ず活躍するでしょう。バットが出ました。皆さんやってみます、ホームスチールバッコということで、通さんいらっしゃいませ。見送ってボール、ちょっと走ってみましょうか、走ってみましょうか。うんうん、なるほど、わかりました、やりましょう。いきますよ、じゃあいきますよ。ということで744番さんいらっしゃいませ。いきます、走りますよ、次走ります、絶対走ります。いきますよ、1、2、3、うー、戻って戻ろうフォアボールのランナーを出しました。懲罰ありました、80ポイント減りました。いやーちょっと衝撃的な映像を見せてしまいました、すいません。そうか、あれフォアボールの後ゲームは、いや行ってみようと思ったんですけどね。打順よく1番から始まります。そうですね、バッターは1番西岡、前の打席はヒットを放っています。そうですよ、多分あれですね、あの野村監督が、あのこういうのがもしかしたら野村監督がなんか采配ミスしたみたいなことになってるのかもしれませんよ、もしかしたらね。私あの本当は野村監督が言ってないのに選手が勝手にあの走ってしまったみたいなね。1球で追い込まれました。じゃあ1球ちょっと外していこうかな。 OK、 チェンジアップ、これ決まるよ。緩いボールを持ってきました。アンガールズの田中選手も確かあれですよね、カーブファンなんですよね、熱狂的なね。あ、そうなんですか、マジでやっちゃったかな。三振です。まあでもワンアウトです、活躍はしてるんでね大丈夫ですよ。バッターボックスには2番ヤマト、ヤマトです。今日はまだヒットがありません。あ、田中選手って言っちゃいました、すいません、ちょっとねいろいろ混ざってしまいました。うん、芸人の人ですよね、それはさすがに私もわかりますよ。はい、初見さんいらっしゃいませ。ということで776番さんいらっしゃいませ。ただいまプロ野球スピーツ2013初のね完封勝利目前でございます。いやこれ相当ね燃えますね、やはりこのゲーム面白い。監督がね頑張って、今のところあともう2人ですよ。オッケー、引っ掛けた、打ちました、拾えよ、取れよ、石原、ナイスだ。掴んで2アウトです。よしよしよし、あと1人コール来るかな甲子園で。あと1人来ますかね、あと1人、あと1人って来ますかね。よし、さすがにアウェイチームなんでねそういうのはないみたいですけどね、行きましょう。うわぬるげーすぎるくないですよこれ、これちょっと甘い球投げたらすぐダメになるんですよこれ。やばい、引っ張った、OK、踏んで踏んで踏んで、これで3アウト、試合終了です。そうか、ぬるげに見えちゃってるのか。まあでも多分ね私がうまいことプレーしたらその分難易度が上がると思いますよ。ということで、阪神ねファンの方は申し訳ございません、リリーフを仰ぐ
ということがなればいいですけどね。いや皆さんがねもう好き好きにね簡単すぎるとか言わない、うん、ありがとうございます。とりあえず、5アンダーなんで時間あと15分、じゃあここで終わりか。今日タイガースですが残念ながら敗れてしまいました。評価上がり、あすごいすごい。ご覧のように今日のゲームはカープが私が一応ヒーローインタビューアウェイなんでねお立ち台はありませんけど無四球完投完封勝利というね評価の方もらいました。失礼しました。そうですね最高ですね。でっけとか言わない。あそういうことなんだ。そういうのでも難易度下がっちゃうんだ。わかりましたね、基本的にはそういうことはしないようにねしていきたいと思います。ちょあまりにもね今日勝ってたんで嬉しくなって走ってしまいました。ジャレット・フェルナンデス体型ということで、いやそうですね、スポーツニュースです、スピスポの時間です。本日行われた阪神対広島の試合は0対5で広島が勝ちました。勝った広島は3連勝です。なお監督選手は9回を無失点に抑え切り完封勝利を挙げました。以上スピスポでした。マートンを出塁させると失敗、これ失敗しましたね、ミッションマートンがですか、ありますよありますよ。もう今年のオールスター終わっちゃったんでね、もし出れるとしたら来年になっちゃいますけどね、選ばれたいですね。いい感じですね。評価落ちちゃうんだろうかな最後のやつで。まあ甲子園もうこれは投げることないでしょう。今日は阪神との3連戦2戦目、いや監督です、あ監督は選手です、はい、よくわからんことになってますけどね、どうやらこの後すぐに天気は下り坂との予想らしい。せっかくのデーゲームだが雨の中の試合になると西岡の調子が悪いということね。行きましょう。私はねさすがにこれ昨日投げたばっかなんでね試合には出れません。疲労がやばいことになってる、休養したい。やっぱ1軍の場合は休養とかそんなにないのかな、どうなんだろう。とりあえずね次の先発できる試合まで飛ばしましょう。あいいですね、カープが連勝中です、4連勝いいですね。いや体型の問題はちょっとまあいいじゃないですか、見た目ぐらいね。でもこういう見た目の投手がいて本当にその人が140キロ台、145キロとかのストレート投げて、あとチェンジアップが得意とかだったら面白いですけどね。あどうやら弟くんの方が調子が上がってきたみたいですね。でっていうか弟ってもともとサンタデリーチですよ、これどうなったんでしょうね。あ負けました、ノーミが投げてますからね仕方ありませんね、うん、サンタではできませんでした、残念ですね。サンタでは失敗しました、うん、ってことは今4位か、あ移動日だ、あ評価更新されましたよ、見てみましょう。監督のスタミナが5上がった、対ピンチがなくなった、対ランナーがなくなった、チェンジアップの球威が1下がった。いや違いますよ、もしかしたらこれ恋愛とかもあるかもしれませんからね、一応そういうことにしてみました。投手部門はヤクルトの八木が、今日は延長ありませんよ、うん、ということで、巨人の阿部選手が野手で、獲得したということで、いつか私も取りたいんですね。今日は試合がありません、休養しましょう、これはまずいです。やばいな、疲労が溜まりすぎてる、休息させてくれ。あ、地方何これ、地方って何、今日から中日との3連戦だ、この3連戦何としても勝ち越して終わりたい。あそうなんですか、うん残念だな、最低でも2勝だ、みんな力を貸してくれ、3試合中2勝すればクリア。では今日のオーダーはこれ見守ってくれ。でやばい、疲労がやばい、疲労がやばすぎる、ちょっと待ってくれ、疲労がやばい、疲労がやばいぞこれ、どうすればいいんだ。疲労回復を D から C にしよう。あ、わかりました、了解です。じゃああまた移動だ、名古屋中日戦か、今日は中日との3連戦の2戦目だ、そういうことなんですね、わかりました了解です。じゃあ疲労を上げましょう。これか、
5にして、でなんかがね、さっき評価が落ちたんですよね。まあいっか。でストレートのこれが500いるからまだダメでしょ。で疲労回復もう少し上げたいけど今ポイントがないんで無理でしょ。でこれが5キロ上げようと思ったら51が5違うダメか、700必要なんだ。5キロ上げたいんですよね、できればね。で分かりました、頑張ります。一応ね試合までは行きたいと思います。次の試合のね先発発表があったところまで今日は進めてセーブして、今日のこの枠はね閉じようと思っております。まあ引き続きね私週 2,3 回多分この枠とポイントないときは課金、あそういう方法もあるんですね。ということでかぐらじさんいらっしゃいませ。今日はね、アメリカ大陸横断ウルトラクイズの時ありがとうございました。いや、やっぱしなんていうんですかね、まあ毎日は放送でやれたら一番いいんですけど、まあ他のねタイトルもあるんで週 2,3 回ペースでねやっていこうと思っております。こちらねこれはね多分中日は多分私オーダーないんで行きましょう。安定の言わせ、岩瀬セーブついてますね、さすがですね。やばいな中日強えな中日強えぞ。連敗始まりました。こちらの通信環境のせいでラグがひどくて参加できなかった。あーそうなんですね、残念でしたね。まあでも楽しかったですけどね。あーそうなんですね、わかりました。そういえばお前ストレートに磨きをかけたらしいじゃないか、それが実践どこまで通用するか見せてくれ、期待してるぞ。ミッション、ストレートを有効に使え、ストレートで5アウト以上取ればクリアだ。これは楽勝ですね。まあ週2回はしていきたいですね、最悪ね。今日の先発来ました、ここぞという時に三振が取れるとチームはグッと勝ちに近づく、お前の投球に期待してるぞ。三振を10以上奪えばクリア、これ難しいやつだ。じゃあここでセーブしておきましょう。歩兵はまだねやる予定はまだないんですけどね。そうですね、疲労が気になりますね。ということで、820番さんいらっしゃいませ。ん、実際はジョイナス采配なのにね。そうなんですね、わかそうなんですかね、わかりませんけどね。ストレートで 5アウト、三振を10個取らないといけないんですね。なので次のミッションはね結構難しいですね。ということで、ナミさんいらっしゃいませ、ワゴツーということで、ね、いらっしゃいませ。さて、まあ、今日はねここまでということで、そろそろね今来た方もいらっしゃるかもしれませんが、すいません今日はここまでとなっております。次のね放送はちょっと待ってくださいね、私は自分で確認します。ちょっと待ってくださいね。次のプロスピの配信は5日目の枠で、だからどこだ、あった、9月の26日の10時からです。またねプロスピの方をね見たい方は、そちらの枠の方にお越しください。でそういうことですね、ストレートで三振を10取ったらね両方とも OK ですよ。ということでコミュニティの参加ありがとうございます。あとですね、今日は実はね12時までこちらの枠をやって、そうですね12時半から2時までの枠でねエレクトリックスーパージョイっていう 2D アクションゲーの方やります。平面のやつですね。まあ、なんていうんですかね、レトロゲーを、まあ、本当は最終的にはやりたいんですけど、まあ、その前にねパソコンの最新の、2D ゲームの方をねやっていこうと思ってます。そうなんですよ、借金7ですよ今ね、カープね。もう少し頑張ってほしいですけどね、今5位ですよ。というわけで、今日はねちょっとそろそろ画面の方切り替えてね、この枠の方ね閉じていきたいと思います。どれだったっけ、これか。さて、いかがだったでしょうか。とりあえず皆さん今日の、まだ時間がね8分ほどあるんでね、今日の試合で一番見たか、一番ね自分の中でこの、あ、わかりました、お疲れ様でした。あ、そうなんですね、了解です。私も明日仕事なんですけどね、枠取っていいんでしょうかね。まだ早いですよ。今日ね皆さんどの場面が一番印象に残りましたか。どうでしたかね。私はねやっぱし新井と勝負したのがね一番、それはねその前の枠ですよ。それは
サイン無視やそうなんですね、うん、監督ということで、放送サブリ利用さんいらっしゃいませ、ホームスチールが良かったということで841番さんいらっしゃいませ。あ、半沢直樹今日最終回だったんですか。あ、そうなんですね、うん、半沢直樹見てよかったな、受けるということでね、わかりました。本当ですか。これね、そうですよ、私のね、あの監督という名前はですね、ブラウン監督の監督から来ておりますんでね、うん、俺は一応 あれ最高でしたね。ズバッとねストレートが決まった瞬間、私もねこうなんとなくこうズバズバッとねしましたよ、うん、さて、じゃあねそろそろ、こちらねまだ少し時間は荒いディスリはねちょっとやってしまいましたけど、まあまあ宿命ですね、うん、仕方ありません。さて、じゃあねそろそろ枠の方閉じていこうと思います。よいしょ、じゃあ音を消して